では2015年1回目のトリックギャラリーを始めたいと思います。ゆうきともです。よろしくお願いいたします。自分で盛り上げないとシーンとしてます、ね、はい。で今日はですね、今西明さん、はい、まだ学生の方なんですけども、はい、マジック、学生になってからマジック始めたんでしたっけ。そうですね。でもうだから何年、今5年目、5年目、あ、6年目突入か、うん、今だから大学院の方で、ね、今大学院です、ね、勉強されてるということで、だから僕とのお付き合いは4年ぐらいですかね。そうですね、大学2年生ぐらいから、ね、で僕のその講習会に来られて、まあ非常に静かな青年だったんですけどもね、まあ、1年ぐらい経ってやっと打ち解けてくれていろいろとですね、ちょっと恐れ多くて、ね、いやいや、その才能を見せてくれて、まあ最近ライブなんかにもねよく出ていただいたりします。でいつもここで告知してるんですけど、まあここそもそも三軒茶屋なので、うん、僕のホームグラウンドじゃないんですが、ここに何度か出ていただいた翔一さんというマジシャンの方の、うん、マジックの練習場所が駒込に一応あるもんですから、はい、そこで毎月定例のねライブ第3土曜日にやってまして、ですから今月です と、今1月なんですけども、1月の17日第3土曜日に、これ6時からですね。でこれ僕の方に僕のホームページありますから、ゆうきともマジックギャラリーで検索すると出ますので、そちらのお問い合わせフォームの方から問い合わせていただければいいんですけど、まあ、コンセプトは本当に狭い場所なので、うん、まあ、10人からマックス最大20人ぐらいかな、まあいね、20人入るともう身動きできなくなるので、はい、まあ15人ぐらいがちょうどいいかなっていう回なんですけども、うんうん、まあ、逆に少ない人数でいけるので、まあ、クローズアップをメインに毎月やってます、うんうん、でコンセプトとして、まあ映画を見るぐらいのね陽気に気楽に楽しんでいただこうということで、うん、で昨今はですねマジックバーなんかも増えましたね。まあ、そうですね、見れない場所がないことはないんですけど、クローズアップマジックに関しては、うん、ただお酒飲まない人にとってやっぱハードル高いですし、まあそうですね、あとやっぱりそれこそ銀座とかっていうとね、ショータイムがまあ30分ぐらい見れるよっつってもなんかね飲んで乾き物1万円とか ね、 そうですね、結構値段も上がっちゃいますので、そういう意味では気楽に楽しんでいただけるということで、うん、毎月やっております、うん、でゲストをねいつも招いてます。だいたい僕と庄司さんが一応レギュラーで出るんですけど、うん、アマチュアの方からプロの方からいろんな方に毎月ゲストで登場していただいて、うん、今西さんにも何度か出てもらってるんですが、今年まあ一発目ということで、ちょっとまたね、あさってですね、あさってですね、あ、もうあさってですね、あさってです、まだ若干空いてますので、はい、まだ予約が10人ぐらいしかなかったのでまだ入れますので、問い合わせてみてください。まあ生で見てる人はっていうことになりますけどね、まあ、どれぐらいいるかね、だいたいそうね、生で見てる人そんないないので、だいたい終わってからこれ聞く方多いと思うんで、まあ、毎月やってますので、で今回そのあさってのライブは勝片山さん、うん、まあ、だからもう僕の先輩ですね。で、まあ、ステージよし、クロースアップよしということで、今カメラマンがゲホゲホしてますもう全然気にせずにね行きたいと思います。そんなに電車走ってますからね。で今日初めてこちらのギャラリー来られた方もいるんですけども、だいたいこれ画面だけ見てるとなんとか雰囲気あって広そうな、ね、そう想像されますけど、本当に映ってるところだけです。そうです、他はもう一切ないと考えていただいてですね、向こうに別の世界があるそうです ね、 皆さんねなんか広がってるかなって感じしますけど、もう今電車早速走ってますけど、もうこんな感じですので、でギャラリーで出入り自由なので放送中もいろんな人出入りします。で電話鳴ったりしますけど気になさらないでください、はい、さあというわけでもう大体30分ぐらい、このね30分でもぐらいなのね。そうですね、一応生放送でなんとなくね終わらなくちゃいけないので、これ毎週やってます実は。で僕の番組はまあ年に数えるほどなんですけど、うん、今年は一応4回やらせていただく予定で、今1月なんですけど、まあ、3ヶ月ごとということで、次回はだから4月ということになりますけどもね、そんな感じで、ではとりあえずね今回30分ぐらい、ね、そうですね、ぐらいなのでちょっと話を進めたいと思うんですが、まあ、せっかくね来てもらったので、まあ、ちょっと後でね何か一ネタぐらいをやっていただこうと思うんですが、そもそもですね毎回なんだかんだって前回藤井さんなんかにも来ていただきましたし、ゲストがいるとそれだけでね話終わっちゃうんですけど前回実は庄司さんから頼まれた宣伝で終わっちゃったんですね。本人いないのにね
あのマービジョンという、まあ、新しい企画を立ち上げてて、そこに登場する、まあ、前回も来てくれた佐藤さんと、うん、あともう一人ね、今西くんと同世代かな、ちょっと下かな、まあ、同じぐらい、うん、僕の一つ上です、ね、あ、上なんだ、一つ上です、ね、まあ、そういう若い世代の、まあ、ちょっとね、あの天才のようなマジシャンがいますよってことで、うん、彼とそのある種僕らのもう先輩ですけど佐藤さんのような、年寄りと若手の二人のその新しいクローズアップマジックの世界をお届けしようということで、うん、マービジョンという宣伝をね、うん、前回しました。もうそれで終わっちゃったんですね、うん、で本当はね、藤井さんもいたので、藤井さんが最近実は芝居づいてましてね、うん、年末の芝居もなかなか良かったので、また今度1月やるみたいでね、その話も聞きたかったんですが、まあその話はねちょっとできなかったんですが、で何を言いたいかというと、たまには一応僕の方のですね、さまざまな宣伝といいますか、うん、まあライブの宣伝はしてはいるんですけどね、例えば本当は一番ですね、今なんだかんだと僕その1年の活動のうちほぼ半分取られてると言っても過言ではない、うん、マンスリーマジックレッスンという、まあ、教材ですね、うん、あのマジックをその学びたい方のために、これもう今年が10周年になるんですけど、115号、そうです、115号毎月なんですよ。でこれが最新のもので、今1月に発売されているもので、うん、マンスリーですから毎月なんですよね。でこれはその、まあ、ネット上で会員さんをまあ集めて、その毎月その教材が届きますよということで、ゼロからマジックを学んでいただくということでスタートして、もう早今年10年、うんね、6月ぐらいに10周年ということになるんですが、いいですかもしれないですね。いや、うん、多分毎月ね、この冊子がまず、あの、まあ、会員登録していただくと、こういう冊子、大体20ページぐらいの冊子と、うん、あとその DVD ですね。で、これで一応セットになって、これが毎月届きます。でいわゆるそのマジックの数でいうとですね、まあ3つから5つ、6つぐらいまで、うん、その号によって中身はみんなもうちょっと違うんですけど、うん、特に最初の1年はですね、もうクローズアップマジックの基礎を全部放り込んであると言っても過言ではないので、うん、なんでしょうね、今情報があまりにもありすぎてですね、マジック学ぶのも大変な状況になってます。まあ、難しいと思います。マジックに限らないですけどね、うん、そういう意味ではちょっと珍しい、本当に、うん、大切なこととか基礎を固めるための、ね、変な話、最初の1年にこんな続くと思わなかったってもあるんですけど、うん、1年に僕の10年分ぐらいをぶち込んであるので、あの最初の1年本当にね、本当に最初の1年分マスターされたら、仕事としてクローズアップマジックを、うん、例えばレストランだとか、うん、バーだとか、あるいはちょっとした、まあ50人ぐらいまでのステージ、うんうん、で困らないと思いますよね。それぐらい力を入れて作ってますので、うんうん、まあ、毎月のことなどな中身は毎回違うんですけども、まあ一応ゼロからステップアップしてもらえるように作ってます、うん、まあそれが数えることの115号と、うん、で今年だから6月で、実際に表に出るのは7月とか8月かな、つまり120号、うん、これがだから10周年ということになりますけどね、うんうん、まあ東京近場にいる方はですね、こういうギャラリーもそうですし、結構もうウェルカムのその先の駒込もそうなんですけど、うん、いろんな会やってますので、で全部ね、今定期でやってる会が4つか5つありますけど、全部コンセプトが違うので、うん、もう目的は明確にされてますから、僕のホームページなんか見ていただいて、あるいは直接どっか都合の後に顔を出していただいて、直接聞いてもらった方が早いですね、うん、逆に言うとですね、いきなり来て戸惑って受かったっていうのもいっぱいいてですね、まあ、そうですね、説明はいっぱいしてるつもりなんですけども、本人の明確な目標がない と、本当にこっちは結構真面目にやってるので、うんうん、それはアマチュアの方でもプロの方でも、本人に明確な目的とか目標がないとちょっとね戸惑うかもしれませんので、まあちょっとうまく活用していただきたいところでありますが、まあ、そのワークショップに関しては、まあ、あくまでその人前で見せることを前提としたアドバイスというか、うん、そう基本的にはもうね、うん、それで十何年やってきてるんですけど、これもそもそもそういうつもりで、実際人前でやるためのパフォーマンスまでを含めた解説ということなんです、うんうん、つまり単なる種話とかそういうことではなくて、ね、これもだから、まあ、3、4トリックですか、そうですね、まあ、でも1つにつきかなり詳細に解説されてます、単なるやり方だけじゃないってことですね、うん、見せる時のちょっとしたコツから練習方法から、まあ、少ないサンプルから、まあ、多くのことを学ぶっていう形ですね、はい、それで、まあ、これはその、まあ実際毎月出しているものですけれども、そのさっき言ったいろんなイベント、うん、まあ、あさってのライブも一つね、その一環なんですけれども、そういうライブ活動もしてますし、いわゆるマジックの世界ではレクチャーと呼ばれている講習会ですよね。うん、ただ、この講習会がね、またその人によって感覚が違うので、まあ、そういわゆるカルチャーセンターの、例えば宴会芸をね、うん、じゃあ、
2月後とか1月後の宴会芸のために3つ覚えましょうとかっていうことも、うん、場合によってやりますけど、うん、定期でやってるのはほとんどそういうものではなくて、うん、ちょっと長い目で趣味としてマジックを捉えて、うん、人前でちょっとちゃんと演じてみようと、うん、あの例えばなんかね、例えば毎年お笑いのギャグとか流行るじゃないですか、うん、その年はダメよダメダメとか流行りましたけどああいうのって別にそのままフレーズ真似すればなんとなくあのお酒の席ではわーとか多分去年の年末とか今年の年始の忘年会とか新年会でみんなねいろんな会社で使われてると思うんですけど、なんとなくお酒の席ですから、まあそういう場所で盛り上げる分には何やったっていいと思うんですけど、あのまあ例えば年に1回発表会とかね、例えば身内だけでもいいですけど100名集まりますとか50名集まります、あるいは10名でもクロスアップですから5名でも、例えばね、あの親類縁者が、集まって10人ぐらいでもいいんですけど、うん、そういう場所でちょっとね5分でも10分でもきちっとしたものを見せましょうっていうことで一応やってると、うん、それでですね、ですからさっきも言ったみたいにその駒込で実は結構いろいろとやってるんですけど、さっき言ったワークショップっていうのはもうですね、庄司さんがもともと渋谷が長くて、うん、渋谷に長いこといたんですね、うん、で渋谷にいたのがもう10年ぐらい前、もう引っ越してから10年近く経ちますけど、渋谷に事務所構えてる頃からやってるワークショップ、ワークショップっていうのは、まあ、ここもギャラリーですからいろんなワークショップやってるんですけど、マジックの場合はさっき言ったようなことですよね、人前で実際に演じられるようにしましょうという、うん、それなりに盛り上げてみましょうということで、うん、演じることを目的としたワークショップ、うん、普通はですね僕らが教材を全部用意して講習会と一緒くたにされがちなんですけど、うんその集まってくれる人がやりたいものをそこで披露してもらって、うん、それに対していろいろアドバイスをしていって撮影をして、うん、で使用前使用後みたいな比較しながら、うん、よくしていこうという会なので、うん、あのなかなかないですから、いやないと思います、あのこれなんかねずっと長いことをやってるしほとんどボランティアみたいな感じでやってるんですよ、うん、その場所代だけしかもらってませんから、うん、あのこれ考えようによってはプロがプライベートレッスンやってるような、あの、うん変な話、2時間の中で1人しかいなければその人を2時間ね、うん、アドバイスできるわけだし、今大体10人ぐらいいますから、うん、1人当たりの時間っていうのは短くはなるんですけど、うん、まあそれを毎月毎月繰り返すことでステップアップしてもらうと、僕自身も2年間、ね、ちょっと最近はポツポツなんですけど、うん、まあ、それがもう駒込に移動してもう10年近く経つので、駒込でも今月2回ね、これが第2と第4火曜日今、うん、夜7時からやってますけど、なんかとにかく自分でなんかレパートリーをこれやりたいとかこれ覚えたいって明確な目的持ってる人が来ると多分一番効果的早道だと思いますね、それを自分のものとしてマスターするには、うん、あと自分が今どれくらいできるのかっていうのが改めてそこで分かる、まあそうですね、あの緊張感意外と不思議とあのお部屋は緊張する場所で、ね、でもあれそれはすごいプラスの意味なんですね、マジックってとりあえず鏡の前でね昔は練習します、今だったらまあ映像撮れますから映像撮ってみるのが一番いいんですけど、やっぱりそのそういう練習とあのまあ、僕らリハーサルって言い方しますけど、ステージのマジックやる方はちゃんとステージを用意しないと、リハーサルってね照明があったり音響があったりなんですけど、クロースアップってそこが結構飛ばせちゃうので、うんうん、物が小さいですしこれぐらいのスペースあればできますから、うん、こちょこちょこちょってなんか練習して終わっちゃうんですけど、うん、それは練習なわけですよね、で実際お客様がいるところで実際にやってみる、あるいはいなくてもいるつもりで話しながら本番と同じ動作をやってみることをまあリハーサルって言い方するんですけど、そのワークショップ火曜日のワークショップの場合は10人ぐらい集まるとみんな5分ぐらいずつ演技してもらってそれを手直しするっていうことを繰り返していくんですけど、その自分のパートの時以外はみんなお客様役をやってもらうんですよね、でマジックの最近ねあのレストランマジックってサイトがあって、あの、あの小林くんっていうのをやってるんですけど、あの彼が最近書いてましたけど、まあ本人も自覚してるんでマジックやってる人ってねお客さん役が本当に下手なんですよあのある程度裏側知ってるからしょうがないって言えばしょうがないんですよ、ただしょうがないって言ってしまうと特にクロースアップは成り立たない部分があって、そのお客様の気持ちにならなくちゃいけないんですよね、その勉強もしてもらうっていう、意外とそこが難しかったりするんですよね、正しいリアクション、うん、あの無理にあのなんか足んない分かってるけれども嘘くさく驚くってことじゃなくて、全然知らない設定で見てて気になるとこは言った方がいいんだよね、うん、おかしいとか、うん、だけどもそのこれってね慣れの問題なので、そう訓練だと思うんですよ、ね、やっぱ意識して、まあ、いかにその初めて見る気持ちで
毎回見れるか。そう、最初からそこね無理だよってスポイルする方多いんですけど、うん、少なくともそこでスポイルされるとお客様の気持ちは一生わからないし、うん、100% わからないんですけど、でも訓練すると7割8割はわかるようになるし、7割ぐらいわかるようにならないとパフォーマンスできないんですよ、うん、特にクローズアップは、はい、お客様との距離が近いですから、うん、まあ、そういう意味でもね、うまく活用してほしいなと思うんですけど、うん、まあ、全部僕のホームページとか、あとはその、庄司さんのサイトが、フォーサイト、マジックで出てきますけど、うん、そちらにも案内は出てきてますのでね。で、まあ、そこが多分、レパートリー、具体的にこれやりたいって思ってやったら、一番の早道、はい。ね。で、これはまあ、言ったら講習会というか、まあ、種明かしも含めた、まあ、こまごまとしたことやってますけど、でも、言ってもね、映像教材、まあ、冊子もありますけども、どうしてもね、映像ってコピーになっちゃうんですよね、うん、であんまりね見すぎてもいけないし、ね、どちらかというとね、これ宣伝のために YouTube にライブ映像を上げてるんですけど、 そこしか見てない人いっぱいいるんですけど、うん、でまたそこで不毛なやり取りが ね行われたりしてるんですけど、多分大体そのなんかヤフーの質問箱なんかでも時々出てくるんですね。ありそうですね。だけど大体それやってない人が答えてるんだけど、うん、これを見てない人が適当なことを答えてるんで、うん、大体笑っちゃうんですが、まあ、世の中は大体そんなもんなんですけど、全部この中にですね書いてあります。つまりその中でやってるものがどういう歴史があってってところが始まって、うん、どういう具合に今回は僕はこういう手直しをしてるけれども、この手直しの意味はどういうことかとか、うん、あるいは手直ししない元のやり方のどこが優れてて、うん、手直しすることでスポイルされたのはどの部分かとか、うん、まあ、どちらかというとですね、ライブはねそんなに繰り返し見ない方がいいと思うんですよ、うん、でもおそらくライブを見て、あ、もうなんか満足になる、まあまあ ね、 まあね、見て楽しむ分にはいいし、それだけのクオリティあるんですよ。だって毎回お客さんわざわざ呼んでライブ撮ってますから、それだけでも大変なんですけど、ただそこ楽しんでいただいたら、実際学んでいただくという意味で方法論とか技法とか、そこを繰り返し見て自分のものにしていただくっていうことを繰り返して、ライブはね自分でやってみてなんとなく感覚分かってきて、その時またちょっと時間空けて見ていただく方が、あ、ここ見逃してたなとか、そういう勉強になると思う。ずっとライブだけ見ちゃうとね、ただ単に僕のものの言い方のコピーになっちゃうので、うんうん、これって僕に限りませんけど、僕なんかまだ特徴ない方ですけど、やっぱり大体モノマネからもちろん入るんですよね。今映像でしょ、うん、マジックやってる人でどっからマジック学んだか全部わかるもんね。前田さんだなとか、うん、あ、セロだなとか、もう全部わかってしまうので、うん、だそういう意味でもね、自分なりのものを最終的に表現しようと思ったら、あんまり間を置いてみた方がいいですね、ピンポイントで、うん、だからこれ冊子もちゃんとついてるので、マジックのやり方だけだったら読めばできるんですよ、うん、まあ、両方で解説してるんですね。そう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 、ね、細かく。だからあとはライブよりは、そのこれ実はライブの他に演技と解説また分けて解説してるんですね、うん、ライブの他に会員さんの前で、そのライブの時はね全部手順にしてるんですよ。例えば5つマジックやってるし、5つを全部くっつけて1つの形してるんですけど、うん、それを急にやろうと思っても無理なので、うん、その後の演技解説の時っていうのは1つだけ取り出して会員さんの前で単発の演技をなるべくシンプルにやって、うん、でその後で解説するんですけども、うん、ですから見るんだったらそっちの演技のを何度も繰り返してみて、うん、なるべく僕の色を入れないようにしてあるんですよ、うん、そっちの方がね、うん、まあ、ただそこはなかなか難しいところで、まあ、こちらとしては商売としてはね、買いになっていただいてお買い上げいただければそれで十分なんですけども、まあちょっとね学ぶときにそこら辺を気をつけていただいた方がいいかなという、うん、であとまあそれとは別に間口としてですね、今第2木曜日に同じ駒込では普通のレクチャー、普通のレクチャーって僕の中でどういう位置かというと、うん、誰でもこれ、あ、そうですね、そう、僕も参加したことあるんですけど、初めての方でも来れるし、結構マジック10年20年やってる方でも来れて、うん、2時間あってその中で4つ5つマジック自体は解説してますけど、うん、幅があるんですよ ね、 比較的すぐに覚えられるものからハードなものまであって、うん、だ全部は絶対無理なので、うん、この中でどれか1つはやれば覚えられるようにしてありますから選んでくださいと、うんうん、でそれで自分のなんていうの傾向というかスタイルというか好みを見つけ出して活かしていただければなというコンセプトでやってはいるんですが、まあ、なかなかねそこはねそれを利用するのは皆様なので、皆様次第ということなんですけど、まあ、でもかなり幅広くねカバーされてて、うん、すごくいい回だと思って、うん、まあまあちょっとね、じゃあ例えばそういうところで育んだマジックを一つ何かちょっと最初見せてもらいましょうか。せっかくですからね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ちょっとその回で覚えたマジックではないんですけど、あ、もちろん、このワークショップなんかをね、まあ、ワークショップ、ね、まあ、ワークショップなどを通じてね、うん、そうそうそう、ちょっと近くじゃんね、はい、まあ、ちょっとですね、
まあ、コインを使うんですけど、まあ、全部で3枚ですね。ちょっと見えますかね。まあ、ちょっと、まあ、これは古銭だと思ってください。穴が開いてます。まあ、日本風なね。日本風ですね。うん、ちょっと何て書いてるかちょっと分からないですけど。謎の。で、まあ、銀貨と、まあ、銅貨と3種類。で、これまず古銭ですね。これ銀貨。2枚。で、この銅貨が一瞬にして入れ替わります。あ、すごい。よかったよかった。ここで拍手が来るとちょっと楽なんですね。枚数も種類も変わってるんですね。そうですね、はい、ね、この銅貨が一瞬にしてこれ、まあ、入れ替わるんですね。あ、ありがとうございます。ね、では最後色で言うと、まあ、これで1枚、2枚、3枚すべて、ね、まあ、集まってしまいましたと。まあ全然多分普通に初めて見ても驚けるんですけど、裏事情的に言うとかなりマニアックな部分も含んでたんですよね。そうですね、うん、まあこんな感じ。はいはい、もうこういうねコインとか、まあ、カードやらしたら本当にね今若手でピカイチなんですけど、はい、まあ後でカードもちょっとねやってもらおうかなと思うんですけど。いや、まあ何でもいいです。もう一応あのこういう会ですから、まあ、はい、じゃあちょっとですね、まあ、これ実は、まあ、さっき説明したマンスリーマジックレッスンも115号で、うん、今からいくつかちょっと続けてお見せしたいんですけど、うん、その中でもいくつかやってるトリックをちょっと散りばめてあるんですけど、トランプっていろいろありますよね、まあ、ジョーカーもありますし、スペードがあったり、ダイヤがあったり、クラブがあったり、ハートがあったり、ちょっと混ぜますね。で、最初に普通はこうやって選んでもらったりしますけど、うん、まずは僕が1枚ね選んでおきます、うん。じゃあこれにしましょうか。これ秘密ね、秘密のカード、うん、これちょっとこちらの方に置いておきますね。端の方に置いておきます。ではこちらのカードをですね4分の1ぐらいここに取っておきます。4分の1。そう、じゃあそのね枚数が非常に重要ですね。正確な枚数分かんないですね。もう分かんないです、ね、はい、じゃあこれさらに3分の1ぐらい取っておいてください。3分の1、うん、はい、じゃあその持っていただいて、これをですか、うん、まあ、せっかくでちょっと混ぜましょう、うん、混ぜました。はい、そしたらじゃあちょっとここに置いていただいて、さらにこれをですね半分ぐらいですね。はい、はい、でこれだけ最初に置いといた1枚ですね、うん、あとは大体4等分していただいたってことは、まあ、一応手に持っていただいてもう一回軽く混ぜてもらいましょう、うん、混ぜました。はい、はい、じゃあ置いていただいて、でこれ本当はトランプって52枚ありますから、まあ、ジョーカー入ると、まあ、53とか4なんですけど、うまく分けると人は13枚ですよね、計算的には。でもちょっと多分少ない感じがするんですよ。一応確認しますけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 枚ですから、まあ、かなりねこれとこれが少なめですよね。横から見るとこれとこれがちょっと多めかなっていう感じがするんですけど、で重要なのはですね、一応適当に分けていただいたってことなんですけど、うん、今2枚取りましたが、うん、最初に僕置いといたのは実はこれダイヤの5なんです、うん、でこの2枚がですねダイヤの1とダイヤの3なんですよ、うん、でダイヤはこれで3枚揃ったことになりますけど、はい、でもこれ1、3、5じゃないですか。え、ね、でこうめくっていただくと2で読んで、なんと1、2、3、4、5と、まあ、揃ってしまうわけでございますね。これなんかよく言われるのがですね、ダイヤばっかりなんじゃないのなんてね、まあ、そんなことは一応ありませんのでね。ダイヤばっかりの難しそうですね。まあそうですね、1から5まで、まあ、それ冷静な判断ですね。まあ冷静じゃない方結構いらっしゃいますので、でこれ今ダイヤの1から5までが揃いましたけど、これってあのダイヤのマークだけなんですけど、マーク4種類あるでしょ、スペード、クラブ、ハート、ダイヤ、トランプのマーク、うんうん、ダイヤだけはね、これひっくり返してもマークの形変わらないですよね。おね、はい、でこれを利用するとちょっと面白いことできるんです。今順番的にこれ上が1なんですね、うん、で2があって3があって4があってこれ5ですよね、うんうん、で上が1、うん、1でゆっくりとね回転させるとですね、これ上がなぜか5に感じる。うん、で5の次は 4、ね、で4の次は 3、 3の次は 2、 2の次は1なんですけど、弾くと5、4、3、2、1と、あの順番が入れ替わっちゃった感じがするでしょ、うん、
入れ替わって見えました。見えでしょ。なんでこういうことが起こるかっていうと、これ一応僕なりの理論なんですけど、うん、あの小学校の国語の時間に回文って習うじゃないですか、うん、あの回る文と書いて、はい、上から読んでも下から読んでも同じ言葉、新聞紙とか、うん、新聞紙上から読んでも、うん、で他のマークじゃできないんですけど、ダイヤってひっくり返しても一緒でしょ、うん、だからこういうことが起こるんですよ。で例えばですねもう一回いきますけど、1の次は2ですよね、2の次は3ですよね、3の次は4の次は5、でも回文のようなカードなので1、2、3、4、5と一応こういうことがまあ起こってしまうというね、まあ、世にも奇妙なカードなわけですけど、結構ね上と下は勘違いしがちなんですけど、上が1ですよね、で下が5ですよね、うん、はい、ここよく見てないと理解できない方いるんで、もう一回いきますけど1ですよね、うん、2、3、4、5、回文のようなカードなので1、2、3、4、5と、まあ、こういうことがまあ起こってしまうわけでございますよ。じゃちょっと混ぜとしてもらいますあの今ダイヤちょっと全部出しちゃいますね。ダイヤ他にもこれ5枚あって13枚ずつありますから1、2、3、4、5、6、7、8枚と、8枚足す5枚で13枚、うん、ちょっとこれも一緒に混ぜましょうか。ちょっとねこの回文のようなトランプはね簡単に入れ替わっちゃうので気をつけなくちゃいけないんですけどもちょっと気をつけながら別なねテーマのちょっと皆さんに参加していただこうと思うんで、はい、はい、じゃあお二人にその場所で結構でございますので参加していただこうと思います。ね2枚出しますね。じゃあこれとこれこうしましょうか。これ2人のためのカードね、秘密です、はい、で残りのカードをですねちょっと順番を揃えます。まあどう揃えるかって後でお見せしますけども、ある順番に揃えます。これちょっと秘密ね、今ね後でお見せしますけど、まあ、こうしましょう、はい、ある順番に揃えました。これ後でお見せしますけどもね、で何をするかというと今からですね1枚ずつカードを左手に送っていきます、うん、で残りのカードを今2枚取り除いたので11枚しかありませんから、前半1枚目から5枚目ぐらいまで6枚ぐらいでも構いませんけど好きなところでストップって1回言ってほしいんです。で後半それ以降のところで終わる前にストップって言ってほしいんです。わかりました。はい、じゃあちょっと今にしか代わり持っててもらって、はい、まだ表は秘密ね、はい、じゃあこれ送ってきますので、あ、結構早めでしたね。はい、じゃあ置いてください。じゃあそれ持っていただいて。はい、でもう一回、お好きな場所で。あ、終わっちゃった。これで。もう最後だね、はい。はい、はい。で、最後に置いていただきました。まさか最後って珍しいんですよ。うん、ね。最初結構早めでしたね。だから早めだったし終わりっていうかもうさ一番最後、うんうん。で、実はね、うまくいきました。あの実を言うとね、ギャラリー何名かいらっしゃって初めての方もいるんですけど、この2人はね前何度かお会いしてて大体タイミング分かります、うん、ですからこれ見ていくとさっきどういう順番並べたか、彼女に選んでもらったカードは1だったんですね、うん、ですからこれが2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13とこれでまたね全部完璧に揃ってしまうね。でただほら2人だとねもしかして打ち合わせしてるんじゃないのって方もいらっしゃいますのでじゃあお二方ね今日初めてギャラリーに来られる二方に、またカード配りますので途中で前半ストップどっかでね後半ストップって言ってほしいんですけどその前に2箇所入れ替えます、うん、言っちゃダメだよ。言わないですよ。ここね、まずね、一回入れ替えたね、うん。そこですね。で、さらにもう一回、もう一箇所。二、うん、回入れ替えたの間違いですね。間違いないです。正直。ね、大丈夫です。でも言っちゃダメですよ。言わないです。はい、では、配りますので、あの、まあ、好きな場所でストップと言ってください。ここでいいですか？これ入れ替えちゃいますね。で、後半。これ入れ替えちゃいますね。2箇所入れ替えました。で、僕がさっき入れ替えた場所と2人がストップかけた場所が一致すると面白いことが起こるわけです、うん、奇跡。1、2、3、4、5、6、
七、八、九、十、十一、十二、十三と完璧にね、コントロールされるという。で、こういうのがですね、まあ実はですね、あ、つれましたけど、これね、マンスリーマジックレッスンの今までのね、やってきた、ただちょっと持ってきたのが古めだったので、105号までの中身が一応シンプルにまとまってるんですけど、それぞれですね、今やったものがいろんなところに分散して解説されてるんですよね。まあこれ今言ってもしょうがないんですけど、一応例えば一番最初にその回分のカードやったでしょ、1から5まで。これだと例えば27号に入ってたりとかですね。あと最初に混ぜてもらって1から5まで揃うくだりが、これまあ、マジックの世界で有名なポール・カリーってアメリカのすごいマジシャンがいて、あの方がまあオリジナルなんですけど、ちょっと僕、まあ多少アレンジは加えてますけど、トップ・オブ・ザ・ヒープスっていう、まあ作品で、これなんか69号とかにね、入ってたりとか。ですから、それぞれ毎回解説するマジックでも一つの手順をサンプルとして組んではいるんですけど、まあそれぞれをまあ引き出してこういう形でアレンジを加えるということもできるわけで、まあ最終的にはそのマジックの基本を学んでいただいた上で自分で手順をアレンジしたり自分なりの色を出せるようにしてる、まあ教材ではあるんですけどね、なかなかね、これもうそれこそ115号でこれから始める人なんかよく言われるんですよ。どこから始めたらいいですかとか、でいやこれ追いつくにはどうしたらいいんでしょうとか、いや追いつけないと思います。あとまとめて買ったら安く買えるんですかと、いやまあ確かに115までまとめて買ってくれたらありがたいとは思うんですけど、僕まあそこの経営には直接タッチしてないので、そこら辺僕の口からちょっと言えないというのも一つありますけど、ただ買っても一つあたり短くて60分、最大120分ぐらい入ってるので見切れないですよね。だから単純にコレクションしたい方は別にいいんですけど、だからいつも言うのは、その人がプロだろうがマニアだろうが、それもピンからキリまでね、それぞれいらっしゃるんですけど、やるんだったら1からもう12、まあ1年分だけとにかくやってみてくださいと。それで全然余裕を感じたらずっと続けていただければいいし、欲しいの買っていただいてもいいんですけど、最初のね1から12とかもしくは2年目24号ぐらいまではもう絶対に必要なことが書いてされているので、ここはちょっと飛ばしてもらうと困るかなっていうことなので、まあそんな感じでね、ちょっとサンプルを、じゃあせっかくですから今西さんにも何かカードマジックを何でもいいですよ。オリジナルでもいいですし、オーソドックスなやつでも結構ですし、ちょっとちゃんと決めてないんですけど、まあちょっとなんか適当にじゃあやりますね。あとね、よくね言われるんですけど、この間こんな感じの回ですのでね、テレビですのでね、そんな形の年末にね、去年の年末にその関口宏さんの番組出たんですけど、何を言いたいかというと、今ほらたまたま2人ともこれバイシクル の、 赤パックじゃないで、大体やっぱタレントさんにカードを出す、その時は新品のカードを下ろして使ったんですけど、なんかマジックの方って皆さんこのトランプ使いますよねっていうのがあって、何か仕掛けがあるんですかっていう、ありそうなくだりね、まあまあ言われるんですよね。で実際問題全然普通のものなので渡せちゃいますし、よく調べてもらうので気にはしないんですけど、ただ時間の決まっ、尺の決まった時間のテレビだったりショーなんかだとちょっとそれで時間を取ってしまったりするのでね、なんか昔はね、確かにね、一番よく使われるスタンダードのカードなので、これに細工を施したものが売られていたりだとかっていうことはあるんですけど、これがその使いやすいのは嘘ではないんですけど、一番スタンダードなんですよね本当にね。今だと、昔は僕がねマジック始めた80年代はまだ一組1200円ぐらいしてましたけど、今は普通のお店で5、600円で買えますし、アメリカだったら多分本当に3ドルとかそれぐらいで買える一番スタンダードなカードということなので、ただね、今全然見たこともないようなカード使った方がそういう意味では、なんか普通のカードに見えるのかなって変なね、状況になってます。昔はこのカードでトリックカードって売られてなかったんですよ、仕掛けのあるものは。だから80年代90年代ぐらいまでね、だからあえてこれを使うことでは仕掛けないんだなってマジシャンにはですよ分かるようになったんだけど、もう今やなんかね、これテレビでよく使われてマジシャンがみんな使ってるとなんか怪しいカードみたいな。で今もほらたまたま2人ともこれだったからさ、まあそうですね、まあまあ一応ちょっとやりましょう、これは多分怪しくなさそうですけど、はい、まあ、じゃあ一応調べていただいて、はいはい、ジャックとクイーンとキング、そうですね、はい、で
でですね、まあ、この今改めていただいた、うん、まあ、キングと、まあ、クイーンとジャック、これは後で使います、うん、ちょっとこっち脇よけておきます、うん、そしたらですね、じゃあどうしますか、じゃあその場所からで結構ですね、じゃあ絵札以外でなんか地札、じゃあ1から10の間で、ね、好きな数字言ってもらっていいですか。8で、じゃあ8のカード使いましょう。まあどれでもいいんですけど、じゃあ例えばスペードの8、うん、じゃああと数字何か、じゃあ 4、じゃあまあダイヤの4あったりしますか、うん、で一応ですね、まあこの中にはスペードの8とダイヤの4がないかと確認していただいて、まあ大丈夫そうです、ダイヤの4とスペードの8、はい、まあ、ね、忘れちゃうとどうしようもないからね、はい、はい、まあ、みんなで覚えましょう。で、ですね、で、この2枚をですね、これ一旦、これトランプの中にこうやって戻すんですね。うん、こうちょっと離して、バラバラに戻しておきます。うん、じゃあ、ここからがマジック。うんうん、いきますよ、うん。こうすると、ーカードが、挟まりました。でもちろんですね、まあ、言うまでもなく挟まったカードは、うん、スペードの8と、ね、あダイヤの4ですね。じゃもう一回やりますだけだよな。もう一回やりますよ、もう一回、うん、でちょっと難しくいきます今度は、うん、こうね、うん、で戻すんですね、でちょっと離しますこうやって、うんうんうん、これでおこれがもしも選んだカードだったら、拍手が、うんうん、ああ、ありがとうございます。まあこんな感じね、なんでしょうね、あの見た目がだから結構スタンダードなんですけどね、実はちょっとマニアックでね、まあ、その知ってる人が見ると ね, ねあのまあまあ両方なんか多分普通に受けるいいマジックだと思うし、まあそういうマジック構成するのは実は一番難しいんですけど、うん、それでいてちょっとねマニア心をくすぐるところがあったりしましてね、まあ、ああまあまあさすがだなと、まあ僕は好きなね世界ですけども、でじゃ あでももう30分経っちゃったね、経っちゃったね、まあまあじゃあちょっとねやろうやろうと思ってもう1年ぐらいやれなかった時期にあるので、まあまあそれでちょっと締めたいと思います。まあ一応さっきと一緒ですけど、一応まあジョーカーも入ってますので、ジョーカー多分2枚入ってますから、一応54枚正確にはあります、うん、まあその枚数はアパウトで構わないんですけど、じゃあこれ半分ぐらい渡しますので、はい、よく混ぜていただいて、はい、で裏向きに持ってください、はい、で最初に説明しなくちゃいけないことがあって、トランプっていうのは全部バラバラですよね、うん、全部バラバラなんですけれども似てるカードっていうのは存在してまして、例えばハートの6と一番そっくりなのはダイヤの6、うん、つまり色が一緒で数字が一緒、うん、例えばスペードのエースに対してはクラブのエースとか、うん、まあ、そういう似てるカードって必ず一応存在すると、うん、はい、で揃えていただいたらさっき混ぜましたけど適当に半分ぐらい分けて下に回してほしいんですね、はい、でこれでお互いカード混ぜましたし、うん、こうやって分けて入れ替えることカットっていうんですけど、はい、まあカードゲームをするときにはシャッフルをしてカットをするというね、うん、流れがあります。で一番上のカードをですね交換します、はい、で持ってください。で、さっきのたまたまランダムに選ばれたカードのはずなんですが、ちょっと待ってくださいね。今西さんのは、例えばハートの7でした、うん。これと一番似てるカードってダイヤの7ですよね。うん、ちょっと見ていただくと、うん、まあ、こういうことがあるわけですよ。うん、まあ、ただ、確率的にはね、ちょっと計算難しいんですけど、まあ、僕毎日マジックやってますから、新年に入ってからもですね、もうかなりやったので、そろそろ当たってもいい頃ではあるんですよね。道のりが長かったんですね。で、でもこれ確実にこういうことができたら、マジシャンとしてはやっていけるわけですが、うん、ちょっと違うやり方でね、はい、やってみようかと、戻していただいて。はい。そうしたらですね、ちょっと混ぜます。うん、最初に1枚選びます。はい。はい、今同時に適当に混ぜながら1枚交換しただけですけど、最初僕意識して1枚選びますね、うんうん、これはじゃあ秘密のカード多分これかな、これにしましょう、うん、で右のポケット右のポケットに入れておきます。これ秘密ね、見ちゃダメよ、はいはい、で今井さんにも、ポケットありますね、右と、まあ、左にもありますね、まあ、ちょうどよかったです、まあ、じゃあ半分ぐらい持ち上げてもらえば大体できます。はい、はい、そしたら今何枚持ってるかわかんないですね、うん、何枚持ってるかね、でさらに適当な場所半分ぐらい持ち上げて下に回しててください、はいはい、そしたらここの目の前ですね、じゃあ3枚ちょっと僕配ってください、
はい、じゃもう残り使わないんで戻しちゃって。で、今ランダムに3枚ずつお互いカードを選びました、うん、で、何をするかっていうと3枚のうちどこでもいいです、うん、1箇所だけ入れ替えてほしいんです。どこでもいいですか、うん、どういう組み合わせでもいいです。じゃあここをこうします、はい、で、今僕見てますので、うん、横向いてますから、うん、もう一度どっか入れ替えてください。はい、入れ替えました、はい、じゃあ念のためもう1箇所どこでも結構です一応ね、入れ替えた、はい、そしたら今3枚のカードが並んでる順番、表を見ない限り誰も何があるか分かんない状態ですね、うん、ではね、右端のカードは右のポケットに見ないで入れてください。右のポケットですね、うん、はい、左のカードは左のポケットに入れましょう。これも見ないでください。左のポケットですね、うん、はい、で、真ん中のカードを皆さんで覚えてください。じゃあこれですね、覚えました、大丈夫で、覚えたら残りのカードありますよね、真ん中あたり差し込んじゃってください。で、揃えてください。OK? はい、はい、で、これで何の証拠もなくなりました、うんうん、今分かってるのはこの3枚ではないってことぐらいです、うん、ね、この中のどこかに埋もれてます、うん、覚えてますね、思うだけ。皆さんも見ましたね、うん、これは大勢で見てもらった方が読み取りやすいんですけど、うん、まあ絵としてちょっとイメージしてほしい。さっき見ましたでしょ、そのマークの形とか、それから色とか、うん、数字をイメージしてもらうと、まずね、赤のイメージが伝わってくるんで、赤いカードだと思います。そうですよね、うん、で、強く思うとハートだっていうのが分かります。そうですね、うん、そして結構大きめのカードです。合ってますね、はい、合ってますね。強く思ってください、強く思ってください。結構ごちゃごちゃしてます。おそらくこれだと思います、まあ、伝わってきたイメージで言うとこれだと思うんですね、うん、じゃあ今初めて聞きます。皆さんで選んで覚えたカード何でした？ハートのジャック。これがハートのジャックですね。でもこれはあの皆さんで覚えましたから、もしかするとギャラリーに僕の桜が混じっていてブロックサインを送ってくれた方がいるかもしれませんね。まあいなかったですけど。で、両方のポケットのカード誰も知らないですね、はい、見てないですもんね。僕も知らない。じゃあ例えば左側、僕から一番遠いところ、うん、ちょっと触ってみて、触るだけ、はい、1枚入ってますよね、はい、触っててください、触っててください、はい、わかんないですね、触るだけじゃね。さすがに厳しいです ね、まあ、麻雀牌だったらなんとかなるかもしれませんけど、トランプはちょっと難しいですね。これは無理です。ね、うん、同じ色です。赤いカードだと思います。ちょっと自分だけチラッと見てください、うん、合ってますね、はい、今見ましたね。見ましたよ。パッと今イメージが伝わってきました。ハートです。ハートの2じゃないですか。皆さんに見せて。さあ問題はですね、右のポケットに入ってるカード、うん、で、実は今西君に1枚適当に選んでもらう前に最初に1枚入れときましたよね、うん、そういえば、で、これはカードが選ばれるはるか前に僕あらかじめ選んでおいた1枚、うん、で、最初に言っときますが、これは黒なんですね、うん、で、トランプの中には同じカード存在しません、うん、で、僕のカード最初お見せしますけども、スペードの8、これと一番似てるカードはクラブの8です。出してください。お、これがクラブの8です。ということで、おしまいでございます。あの、今年はあと3回ありますのでね、またお楽しみにお待ちくださいませ。ありがとうございました。